世界のジャパンチャンネルへようこそ。2019年5月1日、天皇陛下が即位を宣言する即位礼正殿の儀が執り行われ、令和の時代が幕を開けましたが、ある組織は日本の制度に疑問を持っているようです。今回は海外が激怒する国連の無礼に関する話題をご紹介します。日本の初代天皇である神武天皇が即位されてから令和の金城陛下で126代目、2600年以上の長い歴史の中でも御大位に伴う皇位継承は約200年ぶりのことです。世界には190以上の国がありますが、その中でも現存している国として最も古い国が日本で、神武天皇は紀元前660年、現在の奈良県橿原宮で初代天皇に即位しました。以来、一度の王朝交代もなく、現在まで神武天皇の皇統が続き、国も滅びていません。ギリシャやエジプトなど大きな文明が紀元前の頃から発展し、現在も存在している国はありますが、両国はローマやペルシアなど外敵の侵略により一度国家としては途絶えました。よって建国から一度も滅びることのなかった日本は、現存する中では世界最古の歴史を持っているのです。そして時代は流れ、昭和から平成、令和へと、この30年ほどの間に3度元号が変わりましたが、元号の交代とはただ記号が変わるということではありません。その意味は天皇の交代であり、時代が変わるということ。つまり皇室の歴史は日本の歴史であるとも言えるのです。そんな日本の皇室に関して、以前海外で話題になったことがありました。それは2016年3月、日本の皇室について国連女子差別撤廃委員会が、皇位継承権が男系男子の皇族だけにあるのは女性への差別だ、として日本に関してまとめた最終見解案に皇室典範の改正を求める勧告を盛り込んでいたことが判明したのです。見解案では既存の差別的な規定の中でも特に懸念しているとして、皇室典範に男系男子の皇族のみに皇位継承権が継承されるとの規定を有している、母方の系統に天皇を持つ女系の女子にも皇位継承が可能となるよう皇室典範を改正すべきだと勧告しています。日本側はこれに強く抗議し、皇位継承制度の歴史的背景などを説明、女子差別を目的とするものではないと反論し、削除を求めました。この問題について当時の首相であった安倍氏は、皇室典範が女子に対する差別を目的とするものでないことは明らかと述べ、委員会が皇室典範について取り上げることは全く適当ではないと批判。またこのような事案が発生することがないよう、日本の歴史や文化についての正しい認識を国際社会に発信していくために、あらゆる機会を活用し働きかけていくと述べていました。日本の抗議を受け、皇室典範に関する記述は削除されたのですが、この報道には海外からも様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。国連は黙ってろよ。まったく国連以上に役に立たない組織はないな。日本が心配することであって、国連が心配することではないよな。国連は黙って飢えている人たちに食べ物を与える活動に戻ったらいい。国連は他国の問題を引っかき回す悪党の集団に成り下がった。テロ組織が犯罪を犯すことを止めることもできていないくせに、中国かぶれの価値のない組織は排除すべきだ。いや、完全な女性差別だろ。公平なことを言うとすれば、西洋と接触する前の日本には女性の天皇がいたし、女性の権利に関して言えばより自由な文化を持ってたよ。女性差別に関してはもっとひどい国がたくさんある。誰かが問題を取り上げなければ国連は議題にしないよ。日本の天皇制が差別的だって誰が問題として取り上げたんだろう。そっちの方が気になる。
日本を敵視してるご近所のあっちの国とかこっちの国とか。こんなことを勧告するなんて信じられんな。日本は主権国家だ。好きなようにすることができる。国連は世界に民主主義的な統治を迫る一方で、各国に独裁支配を行うインチキ組織だよ。国連を解体する時が来たな。こんな要求する権利が国連にあるっていうのか？国連は日本の歴史とか伝統、そういったものを何も学ばずに、ただ日本の天皇は男性しかなれない、これは差別だって思考で突っ走ったんだ。仮にも世界的な組織のやることではないよ。数あるアフリカの紛争や貧困問題はほとんど解決できてないのに、なぜ国連はいつも日本の伝統を攻撃するんだ。どうして記述を削除したの？妥当な懸念だと思うわ。他国の君主制度に意見するのは賢明ではないからね。それにイスラム圏の国々では現在でも王位継承権は男系男子に限るのが一般的だよ。まあこれは一夫多妻制を前提としているけど、日本の天皇って何のためにいるのかわからない。国民のために何かしてるわけでもなさそうだし、アメリカは大統領が一番偉くて他に偉い人なんていないよ。日本には総理大臣がいるんだからそれで十分でしょ。なんでただのお年寄りを国民が敬わないといけないの？すごい権力を持ってる黒幕とか？バカだな。これこそ文化であり歴史なんだよ。天皇陛下は国民を直接的に援助することはないかもしれないけど、国民を傷つけることもない。それに日本にあるものは全て意味や目的があるんだ。コメントする前によく考えて文化について調べてみろよ。天皇は何の役にも立たないって思ってるようだけど、天皇は国民を団結させて日本人のスピリッツを強くしてるんだ。まず他の国の文化は尊重しなくちゃね。日本の皇室に無知な人っているんだよね。日本人は天皇を敬愛しているし、天皇は日本の象徴で、ヨーロッパの暗黒の専制君主とは違う。天皇から権力を奪ったのはアメリカだし、国民が天皇に見下り判を突きつけたわけじゃないのさ。世界にキングはたくさんいるけど、エンペラーは日本の天皇陛下一人だけなんだよな。だから外交効果は抜群だし、海外での日本の認知度も高いんだ。シリア問題、サウジによる空爆、イエメンの文化財保護に北朝鮮の暴走、もっと大事な課題に気を配ったらどうなんだ。ああ、危険なことには首を突っ込みたくないのか。やり返してくる国ばかりだもんな。日本ならおとなしく言うこと聞くだろうと思ってたんだよな。世の中の価値観も変わってきてるから、一夫一妻制の国で王位継承権を男系男子に限ってれば、いずれ継承者がいなくなるという事態にはなるだろう。日本も制度を見直す時期が来るかもしれない。それでも国連が自分たちの世界観を主権国家に押し付けるのは筋違いだ。国連は国際法を破る国を追求するために存在しているはず。それなのにやりたい放題で傲慢、そして日本を追い詰めることだけに必死。日本は分担金をやめてもう脱退してもいいのではないか。以上が海外の人々の反応でした。皇室のあり方には日本国内でも様々な意見があると思いますが、日本の伝統や文化を理解し肯定する声が海外から多く上がっていたのは嬉しいですね。日本の伝統と慣習に口を挟む国連は問題外ですが、女性が天皇として即位できない理由について疑問に思う人は多いのではないでしょうか。ただ初代神武天皇から126代の金城天皇まで、126人の天皇の中で女性の天皇は8人いましたので、女性は天皇になれないというわけではありませんでした。実は昭和22年に定められた皇室典範によって、男系の男子にしか皇位継承権がないという風潮になったのです。ちなみに男系男子とは、父方が天皇につながる男子のこと。皇室や皇統において永久に一つの系統が続く万世一系とも呼ばれる皇位継承の厳しい伝統です。仮に
金城天皇の第一皇女子である愛子内親王が即位し天皇となった後、民間人と結婚し男子を産んでも父方が天皇につながる男子ではないため皇位継承権がありません。また女性天皇が多く存在していた飛鳥時代から奈良時代には、男性皇族は民間人を妻にできるが女性皇族は男性皇族としか結婚できないという決まりがありました。そのため8人の女性天皇の子供は父方も神武天皇につながる男系女子または男系男子にあたります。つまり正確には女性は天皇として即位できないのではなく、女系は天皇として即位できないなのです。女性天皇と女系天皇は混同されることが多く、男性しか継げないのは時代遅れで女性を差別していると感じてしまうのは無理もないのかもしれません。また皇室制度そのものが時代にそぐわないといった声も少なからずあるようですが、日本と同じように皇帝のいた中国では君主の権力が一定の制約を受ける立憲君主制のもと近代化を進めようとして失敗しました。さらに中国は王朝が頻繁に変わる液政革命を繰り返したため、天皇のような国家の中核存在を持つことができませんでした。もし日本が天皇制を廃止していたら、中国と同じように無秩序と混乱に陥り、現在のように社会秩序が保たれた近代的な日本の姿はなかったのではないでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。